かつて日の本は人間の世界であった。だが突如飛来した未確認生命体鬼神により人の世は終わる。俺とお前で武士団作って鬼退治するんだ。お前は立派な功夫になれよ兄弟。俺が武士になりたいって夢は本気だぜ小次郎。本当だったのかよ、石掘りのふりしてずっと剣術の修行してたって。俺とお前でやってやろうぜ。鬼神退治はガキの遊びじゃねえんだ、お前にはできねえ。鬼徹には不思議な力があって、武士団はそれを使って鬼と戦うの。小雨田武士団と共闘しませんか。魔と出るか鬼と出るか楽しみだな。諦めの悪い子は嫌いですよ。武蔵に何をしたんだ。探し求めていた黒曜の女神だ。3人で最強の武士団を作ろうぜ。